私はですね、平田家で起きたとある事件を解決するためにやってきた刑事役をやらせてもらっております。お待たせしました。じゃあこれから皆さんにお話を伺いますので、あ、どうぞおかけください。まあ、僕はとにかく男はつらいよのもう大ファンでございまして、で、まあ、直にこの山田監督の演出を、まあ、つけてもらったり他の人につけてるのを見てると、あ、本当に男はつらいよもうすぐこうやって作ってたんだろうなってのがよく分かったんですよね。というのも僕そのシーンの中で、2階に上がってくシーン、セリフはなかったんですけど、現場で、あ、なんかこういう捨てセリフ言おうかみたいなね、実際は、あなたがいい、他のはダメだみたいなセリフを現場でこういうの言ってっていう風になったんだけど、あなた方が頼りですので、どなたか一緒に来てもらえますか。男は辛いよってね、階段登っていくときに寅さんが捨て台詞ってよく言うんですよ。だから、あ、こうやって、でそれがまた面白いんですね。それがいいな、あなたが一番頼りになる。こうやってね、映画の作られたんだなっていうのがすごくよく分かったし、なんとなくね、もうちょっと気楽にというか、なんかなりでやってらっしゃるのかなと思いきや、実はもう全て指先一つまで細かく演出されてるんだなっていうのが。すごく驚きでしたね。だからおそらくですけど、その寅さんとタコ社長の喧嘩とかもね、結構もう一手ずつ細かく決めてらしたんだなって思いましたね。とにかくですね、本当に上質なコメディで、ただ面白いだけじゃなく、なんかね、説教臭くなく人生のなんかちょっとしたことを考えさせられる、本当に素晴らしい映画だと思います。ぜひご覧ください。